昭和33年、南極の厳しい大自然を前に、第2次越冬隊は第1次越冬隊と交代し、上陸することを断念せざるを得なかった。隊長！隊長、犬見せるんですか？じゃあ、あと1回だけ。あと一遍飛ばしてもらえませんか？一回じゃ無理です。全部で500キロ超えます。殺してきます。飢えと寒さと暗黒の南極大陸で置き去りにされた犬たちは何を見たのか。最後にリキを見たとき、リキは何をしていました？他の犬と一緒に鎖につながれたまま。どうしてリキを捨ててきたの？どうして連れて帰ってこなかったの？おじさんなんか嫌い！男たちは苦悩し祈る。犬たちよ、生きていてくれ。どんな生き物にも命があって、誰もその命を奪う権利なんかないんだ。撮影期間3年よ。キタキツネ物語の倉原惟良監督がアカデミー賞作家ヴァンゲリスの音楽を得て、壮大なスケールでついに成し遂げた命の讃歌。あのタロとジロの奇跡の物語がかつてない感動でよみがえる南極物語。